お世話になります。ヒトリーでございます。今回は鎧の孤島において非常に重要なアイテムである鎧鉱石の効率的な入手方法についてご紹介させていただきたいと思います。この情報は配信日の翌日のツイッター等で出回ってる情報を参考にしたものであり、まだまだ開拓は進んでないので暫定的な情報ではあります。まあ、あくまでも参考程度にして最新の情報と照らし合わせつつご覧いただければと思います。で、その効率的な入手方法については簡単に言えば、ハピナスのレイドの報酬で鎧鉱石が結構多く入手できるみたいですね。で、ちなみにハピナスの夢特性もね出るらしいので、ついでに夢特性とかも捕まえれるみたいですね。ただなんかハピナスの巣穴の情報はどこでも出るっていう情報もあったり、人によって全然違ったりするので、で私自身も見つけてないのではっきりとしたことは言えません。ただこの鎧鉱石を渡すおじさんがいるこの掘り出し親父の鍛錬平原のところですね、ここにまずは飛んできてください。そしたらここからですね、ハピナスの巣穴は目の前にあるなんか岩というか、そこの、くるっと回ったところですね、右側に折れたところのここの巣穴で、出るみたいですね。で、鎧鉱石の数を増やすには星5つのレイドでやった方がアイテムはいいことが多いですから、効率よく稼げるみたいです。ですので手順としては紫の柱をまず出してから、そこからワットバグでハピナスを出していくっていう感じになります。念のため説明させていただくと、まずは始める前にレポートを書きます。そしたら次は願いの塊を投げていきます。願いの塊を投げ込みますかで、はい押して、それレポートに記録しますかのとこで、はい押したら本ボタンを押しましょう。はいを押した瞬間に本ボタンですね。で、それで、ここの画面に来たら本ボタンを2回連続押してください。そしたら今ちらっと赤い柱が見えたと思いますので、そしたらリセットをしていきます。テキストメッセージを遅くすることでもっとやりやすくなりますので、そのやり方でももちろん大丈夫でございます。はい、でここでリセットしましたら、また同様のことをやっていきます。レポートに記録しますかで、はい押した瞬間に本ボタンですね。今も赤色だったので終了を押していきます。紫色が出るまでねやっていきたいと思います。あ、オッケー、出ましたね。ようやく出ました。めっちゃ時間かかったな。10分ぐらいかかったな。で、これで出ましたら中身を見ていきますと。で、それでこれケンタロスですね。やっぱりここノーマルタイプの巣穴ですから、ハピナスは出そうですね。で、そしたらどうするかと言いますと、みんなで挑戦を押しまして、もう一個の裏技使っていきます。本ボタンを押して設定からですね、1日進めて、日付と時刻から1日進めていきまして、本ボタンで戻って、それでやめるを押すってやつですね。これは多分知ってる方多いと思いますが、改めて説明させていただきました。はい、これでもう一回みんなで挑戦、これを繰り返してですね、次はハピナス出るまで、ひたすらやっていきたいと思います。で、かなりね確率低いみたいなんで、時間かかりそうなんですが、やっていきましょう。ようやく来ましたね。これ時間としては全部で40分ぐらいかかってますね。それで1個、しかも4つ星ですから、これちょっとあんま良くないかもしんないですが、とりあえずこれで1回やってみたいと思います。で、これ出てきましたけど、これをまた繰り返すとなると40分かかったので、それを繰り返すのって非常に大変ですよね。ですので、これは今まで抜け人レイドとかの経験飴の効率のいい稼ぎ方とかであった通り、他の人と協力してやるってのが基本となります。2台持ちとかでももちろんできますね。1人が親になって他の人にまず分け与えて、それ次は他の人がハピナスを出して、そこにまた参加するみたいな感じでやるのが基本となってます。ですので必ずやる前に、絶対ここでレポート書いておかないとダメです。もしここでレポート書いておかなかったら、消したら一番最初の時に戻ってしまいますので、必ずここでレポートを書いておいて、それで一回レイドをやって、また終わったら消せばここに戻ってきますので、そうすれば何回も繰り返して鎧鉱石を大量に集められるわけでございます。で、倒し方としましては、ウーラオスで普通にいけると思います。はい、出てきた。うわ、初ですねこれは。すげー。で、これ話によるとなんかラッキーも出るらしくて、ラッキーでも結構ね、いい報酬がもらえるらしいので、で、ラッキーの方がなんならいいっていう説もありますので、ラッキーでやってもいいかもしれません。まあ、とりあえず私はこれでやるんで、まあ、ここは私はまあダイナックル普通にやっていこうかなと思います。あ、一気に半分までいけますね。バリア5つありますけど余裕っすね、きっと。ワンパンは厳しいですけども、すぐ倒せますね。1分もかからず倒せるって感じなんで、まあいいんじゃないですか。難なく捕まえられましたね、これは。ありがたいですね。はい、で4つ星なんですが、鎧鉱石4つ
手に入りますね。ですのでこれでも十分多いんじゃないかなと思います。聞くところによると星5つでも他のポケモンだと2つとかしか出ない場合結構あるらしいので、ハッピナスやっぱり超多いですね。しかも KK アメも XL、4つ星でちゃんと2個出てきますから、これでも十分ね繰り返してやるのに適してるんじゃないかなと思います。5つ星だったらなおさらいいっていう感じですかね。でさっき捕まえたハッピナスの個体ですけど 4V でございまして、特性癒しの心で夢特性でございます。ですので夢特性をついでに捕まえるのも非常にいいんじゃないかなと思います。ここまでのね過程を友達だったり2台持ちで繰り返してやればめっちゃ早くね1分で鎧鉱石を4個以上ゲットできるということでございます。5つ星ならなおさらっていう感じですね。ということで今回鎧鉱石の効率のいい稼ぎ方としてハッピナスを捕まえる方法をご紹介させていただきましたが、冒頭でも言いましたけどあくまでも今の時点での効率のいい方法であって、あと数時間後にでも開拓されて新しい情報出る可能性ありますので、くれぐれもこの情報だけを盲信しないようにご注意いただければと思います。でもこれ1回ダッシュさえすればどんどん普通に稼げるので、経験飴と同じ要領で普通に稼げますので、まあ別にこれを聞いてあ騙されたと思う人はまあいないでしょうね。ちなみに鎧鉱石1個で何十万ワット稼げる例もあるらしいので、これだったら完全にワット稼ぎという観点から見るとワットバグはオワコンですね。